ジョーダン195は、ジョーダングランプリが1995年の F1 世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカー。開発責任者は、ゲイリー・アンダーソン。1995年の開幕戦から最終戦まで使用された。2年間使用したハートエンジンに変えて、マクラーレンとの契約を1年で終了したプジョーから、 V 型重気筒エンジンの供給を受けることになった。自動車メーカー系ワークスエンジンの獲得はチームの財政的にも好循環を生んだ。シャシーは先端の低いローノーズを採用。サイドポンツーンはフェラーリ640から642に似た前後長の長いデザインで細長いラジエーターインテイクが特徴だった。コンパクトな7速ギアボックスの開発により リアエンドは細く絞り込まれた。サソルがメインスポンサーから外れたため、カラーリングは雑多なものに変わったが、車体は滑らかな外観を有した。ドライバーは前年に続きルーベンス・バリチェロとエディ・アーバインのコンビ。カナダ GP ではバリチェロが2位、アーバインが3位となり、チーム初のダブル表彰台を獲得した。シャシーのポテンシャルは高く、 予選では3から4列目に位置したものの、レースでは信頼性を限きりタイヤが多かった。チームは21ポイントを獲得し、コンストラクターズランキング6位でシーズンを終えた。ありがとうございます。